はい、いかがだったでしょうか。今日は、奈良市にある春日大社でのお宮参りの出張の写真撮影でした。今日は30度超えたのかな、夏日になってすごく暑かったんですけども、赤ちゃんのママもパパも、おじいちゃんもおばあちゃんも、そして主役の赤ちゃんも、ずっとご機嫌でいてくれたのですごく撮りやすかったです。皆さん暑い中本当にありがとうございました。で、多分この辺かなちょっと後での編集で分かんないんですけども、大きく写ってる写真が今日撮った写真の中で私が一番気に入った写真です。理由とすれば赤ちゃんがなんかこうイナバウアーみたいな、イナバウアーっていう言葉を言う時点でちょっと年がバレちゃうんですけども、なんかこう反り返ってるようなポーズがすごく、私は好きなんです。というのは今までたくさんお宮参りの写真撮ってきたんですけども、赤ちゃんがああいうグイッとやって、上の方空をずっと見ている時って割とすごい穏やかな時、心が落ち着いている時が多いんじゃないかなという気がします。ご機嫌が悪かったらあんなポーズでこうずっとじーっと空を見てることがあんまりないと思うので、なのでなんかすごい穏やかな表情をしてくれてたので、私の今日の一番のお気に入りに選びました。ということで、春日大社でのお宮参り、皆さん本当に暑い中ありがとうございました。ではまた、止めます。